れ？あれれれれれれ。無事に感謝していただきます。疲れたな。今日久々にね、久々に立ちくらみしましたよ、作業してて。なんかこう、うおっみたいな、あまりの暑さに。まだ沖縄34度ぐらいありますよ、昼間は。暑いね。もう朝から30度いってるもんね。なんか予報で見てると、朝26度。で、11位ぐらいまでなんか28度って出てたから、ちょっと安心。あれはどこを予想してんのかなって思うぐらい、なんか合ってないような気がする。じゃがいもってうまいな。このじゃがいももらったんですけど、今回ね、10種類ぐらいのじゃがいもがこうミックスされてるやつで、なんかいろいろ味わえていいね。こう甘みがあったり、普通のじゃがいもっぽかったりとか、なんかこういろいろ味わえるね。昨日なんか明け方ね、ちょっと寒かったんですよね。で、明け方なんか寒くて、くしゃみして起きたんですよ。夜中ね。何時ぐらいだったっけな。時間ちょっとわかんない。で、起きて。で、ほんで、結局、7時ぐらいに、もう一回目が覚めたんですよ。うん。俺7時に起きるってことほぼほぼないんですよね。もうだいたい5時とかね、5時ぐらいには、5時、下手したら5時前とかに、寝るのが早いから、だいたい、そうっすね、基本、8時、9時ぐらいですかね、寝るのがね。8時、9時ぐらいに寝て、1回、12時ぐらいに1回目覚めて、お手洗い行って、もう1回寝て、で、2時ぐらいにもう一回起きるぐらいですかね。で、もう一回トイレ行って、もう一回寝て、朝5時ぐらいに起きるって感じで。で、7時ぐらいに起きることっていうのがすごく珍しくて、パッて目覚める。大体暗い時間に目覚めるんですよ。でもね、今日7時ぐらいにパッと目覚めたら、もうやっぱ明るいわ、もちろん明るいわけで、部屋の中がパッと明るいなと思って、え、俺、時間見たら7時でしょ、え、
俺なんで起きなかったのかなって思ったの、自分で。で起きてね、パッとこう一回椅子に座った、なんかこう、疲れを感じるわけですよ。なんか疲れてんのかなとか思って、めっちゃ眠気が来たんです、その後。眠いと思って、いつもその、なんていうの、朝5時で起きて眠いってことはそうないんですよ。なくはないけど。で、めちゃくちゃ眠いなと思って、あれ、これ体調良くないのかな、くしゃみして起きたから、もしかして俺は風邪なのかと思った。鼻がムズムズするな。畑から帰ってきて雑草を倒してない。今日もこう雑草を倒しててさ、これはいいなと思うさ、前もらったやつなんですけど、三日月なんちゃらだったけど、ちょっと名前が、これを使えんなと思ってね、思いながらもう毎回思うんです、これはいいなと。その俺がやりたい作業がもう綺麗にできる、その雑草を倒していくっていうか、雑草をね、倒すっていうのもちょっとカットしながら倒すみたいな感じをやっていくんですね。だから雑草って、大きい雑草って一回ベタって倒れると立ち上がってこないんですね。ちっちゃい雑草ってこうなんか踏むと、なんかよく雑草って昔から強いっていうけども、あそこ、まあ大きい雑草なんか種類なのか分かんないから、雑草は一回バンって倒すでしょう。ガバッて倒すでしょ。倒すとね、上がってこないですもん。で、今、ある程度雑草を倒して、基本残してますよ、雑草は。基本は風よけで全部残してるんで、まあ、ハブは、まあ、まあ見づらいけども、もう綺麗にはできないですよね、やっぱりね。だからまあある程度残しといて、地面を強くしてあげるっていうような状況を作って、今日ね、ハワイ、じゃじゃじゃパパイヤの数を数えてみたんですよ。ちょっと驚きましたよ。ちょっとびっくり。だから今、下噛んだ。最近下噛むんですよね。なんかありますよね。よく下噛む。下噛んで、これ血まみれが出るんですね。一回下噛むと、なんか痛くて、それ守ろうとして、まだ噛むんですね。久々にびっしょびしょでしたよ。でもそんな蚊はいなかったかな、今日。まあ、いましたよ。いたけども、いつも以上じゃなかった。多分なんか暑すぎても蚊が出ないっていうのを聞いたことあるけど。それかな？なんか蚊取り線香は効いてたのかな？なんか、大杉さんにもらった虫除けが効いてたのかな？何が効いてたのかな？そんな虫いなかったな。いないことない？いますよ。蚊はいっぱいいるけども、俺が見てるそのいっぱいっていうのは、まあ、うわーですよ、蚊が。じゃなくて、いるんですよ。パンぐらいはいるんです。それは俺にしたら少ない方なんですよ。多分でも普通の人が見ると、うわ、蚊っていうぐらいの蚊のレベルですけど、俺はもうなんか、少ないな、もう一回じゃ、すごいこう、ピークを見てるわけですよ。うわーって、もう、うわーって、もうなんか蜂に追われてるな。そういうのを見てるから、
まあ少なかったかなっていうね、感じはしたね。ハワイのパパイヤもいい感じで実をつけてきてて、今日ちょっと驚いたのが、この前あげた肥料はね、まだ残ってたんですよね。なんかもう結構大雨降ったから土に馴染んじゃったかなと思ったけど、そうでもなく、まだ土の上に残ってたから、まああれがなくなるまではね、次の肥料をあげる必要ないし、やっぱりこう、なんていうのかな、パパイヤは肥料が結構あれだっていうけど、新庄さんとか肥料あげてないのに、なんであんなアホみたいに実をつけるのかな、もう謎ですよね。まあ、何月だっけ、1月1日まで半年以上ですよね。あの想像してた最初、なんかこの森に近い方の、まあ、全部森なんですけど、バナナがなってたとこのパパイヤがものすごい勢い良かったんですけど、そこがね、勢いは良かったけども、実をつけてないんですよね。花は一回咲いたけど実はつけなかったけど、その手前のハワイのパパイヤが今エンジンかかり出して実をつけ出したんですよね。ちょっとそれは想定外でしたよ、本当に。結構早いですよね。だって1月でしょ、1月に苗植えて、ハワイの苗ですよ。だから、あれは、確かあれはそうですね、ベランダで苗まで大きくして、それを持って行ったんですね。思ってる以上に早かったですね。実をつけるまで9ヶ月。8ヶ月。8ヶ月ですね。これは何でしょうね。あ、むずむずするな。草田をしてる時にね、何かしらパッてなんか、なんでしょうね、あれ。なんか、ほこりっていう、ほこりじゃないと思う、なんかこう、胞子っていうのがないの、わかんない。そういうのは、バーッと待ってて、わーっと思ったんですけど、マスクしてないですね。うわ、吸ってんのかなと思いながら。ちょっと待って。失礼しました。まだなんかムズムズしてんな。マンゴーパパイヤ。フルーツパパイヤ。フルーツパパイヤがでかくなってたよ。こんなんですよ。こんなん。でかくなってて。思ったより速いスピードででかくなってきて、どん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 実をバン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 つけていってるんで、
まあ、肥料大丈夫かなと思って根元見たらまだ肥料いっぱいあったからね、まあ、肥料はまあいいとして、あれがどれぐらいでフルーツ化していくのか、フルーツパパイヤとしてやっぱ収穫して食べたいですよね。で、なんか本当だったらこう食べ比べってしたいわけじゃないですか。だから今畑にあるのがマンゴーパパイヤ、フルーツパパイヤ、ハワイの、オーロカッ、違う違う違う、オーロじゃない、カポホソロっていう種です。パパイヤですね。この3種類の食べ比べってやりたいですよね。贅沢。でもハワイのはちょっとまだ困難でしょ？ちっちゃいこれぐらいでしょ？これぐらいになるまでしっかりなるのか。今ほらもう台風がね、まだ来るとは思うんですけど、まあ通過ぐらいだったりして、ちょっと離れてくれたらいいかな。今どん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 つぼみいっぱいつけてるから、つぼみで花が咲くと受粉してくれるんじゃないですか。で、まあこれがラッキーなのかどうかわかんないけども、まあ、ミツバチってのはどこにもいるかよくわかんないんですよ。わかんないけども、俺の畑の近くにミツバチの巣があるんです。あ、巣っていうのは、ミツバチを、なんていうの、こう、養殖っていうのがないの。蜜を作ってる、そのミツバチの箱があるんですよ、近くに。だから、あそこから飛んできてる可能性は、まあ、かなりありますよね。さあ、ミツバチをこう飼ってるというか、まあ、蜜を作ってるっていうのはすごいなって思うね。あれだけ蜂がいっぱいいれば、ある意味、受粉してくれる。だからバナナが鳴ってた、まあ今鳴ってるんですけど、バナナが鳴ってたもん、ものすげえミツバチだもん、うわーって、そこに。だから、あそこからミツバチ飛んできたのかなって思ったし。あれは本当に島バナナなのか。まあ、島で育ったから島バナナとしていいのか。でも、実際島バナナって聞いたんですよね。まあちょっと育っても、まだですね。うん。まだ。もうちょいね。よくわかんないね、あれね。収穫できるのか。まあ収穫はできるけども、まあ、最終的に俺が全部食うのかなっていう。まああれだけの量食えない。まあ冷凍とかになっちゃうけど。まあ。そのさ、黄色になったらもう手遅れなわけじゃないですか。誰かにさ、送るとかなっても。黄色だと収穫できないもんね。やっぱ緑でいい感じで収穫して、黄色になるまでっていう、その、わかんないですよ。そう、万世初めてなわけじゃない。まあネットで調べたらなんか角ができて丸くなったって書いてるけども、どの状況なのかってあんまよくわかんないですよね。その、角がなくなってるようにも見えるけども、今なのか。でも下の方はまだ角立ってるけど、いつ収穫すんのみたいな。難しい、すごい。なんか、その緑感は、まあそのうちね、まあ、バナナばっかり、例えばこう、作ってると分かってくるんでしょうね、おそらくね。もうパパイヤはもう手なずけましたよ、俺。パパイヤは分かる。まあ、パパイヤは簡単ですよね。多少黄色くなってから収穫しても、バナナみたいにもう1日2日で、はい、食べなさいっていう状況にならないから、ちょっと黄色くなってきたかな。もうちょい待って。さあ、全体的に黄色くちょっとなる手前くらいで収穫。あとはもう自動でし、あの、熟させるっていう状況ですね。ああ、やっぱ多分ね、森の中で入った
せいですよ、この鼻水出て、それか風邪か、完全に。朝なんかちょっとしんどくて、なんかくしゃみで起きた。それ風邪か森かどっちかですね。選択肢を決めさ、楽しい一日、安全な一日、1分1秒を大切に、残り限られた人生をたくさん地球のために使ってください。